一般的に園芸は以下のように解釈されている。園芸とは本来園芸と書き、芸は植えること、つまり園芸は植物を園に植えるという意味であり、農業とは別のもので、古くは中国秋代の文献に現れる言葉である。どの分野に関わるかによって園芸の定義、範疇は一定していない。また芸の字は本来植えるという意味だが、 その簡略字、芸が東洋漢字となり、別字、芸、運、水草の一種と、マック同じになってしまったので、一部に誤解も生じている。食用でなく、干渉目的で花などを育てる行為の起源は古い。古代エジプト中央国時代のテーベにある遺跡からは、約4000年前の花壇らしき遺構が発見されている。園芸とは、文化的視点から見ると、 植物を絶対的な素材とした美的文化、芸術である。文化的に見ると、園芸には農業の範疇に入らない要素も少なくない。例えばあくまでも美が追求されてきた鑑賞園芸、その他マニア的、趣味的な園芸。そこで特にこのような鑑賞園芸。これが日本でいう本来的な園芸であるのみを園芸と呼んで農業、造園から独立した。 美的文化、あるいは芸術の一つとし、果樹園芸、素災園芸などの生産園芸はあくまでも農業の範疇を出ずそこに帰するものとして区別すべきと考える人も多い。つまりここで言う園芸とは、食用、実用以外の干渉を目的として植物を栽培する文化ということになる。このような園芸を農業の一分野として園芸を捉える考えからは、 家庭園芸、趣味園芸などとしてくくられることが多い。確かにそういった側面も強くあるが、それだけでは説明のつかない部分も少なくない。音楽等の芸術も趣味や家庭との連続的なつながりを持っている。そもそも欧米において園芸と造園術は未分化の部分があり、日本の園芸を考えた場合、英語のにそのまま当てはまらない部分も多い。 例えば造園において植物は重要ではあっても必ずしも絶対的な構成要素ではなく全寺の石庭のように植物を全く使用しない庭園もあり得る。しかし植物を使用しない園芸はあり得ない。歴史的に見ると古代においては園芸は農業と何ら変わるものではなかった。つまりもともと食料や実用として栽培されていた植物を次第に資格や 嗅覚の充足のため、つまり実用と、食欲以外の人間の精神的欲求を満たすために栽培するようになったことが園芸の始まりであろう。やがて都市が発達するとともに、建築と合わせて庭園が生まれ、園芸はそこに取り込まれ、長い間庭園術の支配下に置かれた。しかし、育種によって園芸植物に品種が多くなり、庭園よりも より個々の植物に視点が集中したり、植木鉢の登場によって、園芸植物を庭園から切り離すことが可能になると、園芸は次第に農業の範疇や庭園術の束縛から離れて、一つの文化として成り立つようになる。日本においては、それが特に顕著に見られ、江戸時代になると園芸が非常に発達するが、当時は木芸あるいは農芸という語が普通であり、 すでに農業の一分野というよりも芸道、または娯楽の一つとして捉えられていた。日本最古の演芸書である、課題項目、水野勝本著、1681年、天長年間にも、演芸を、武道や鹿、音楽などの諸芸道と同等の存在として列する、著述が見られる。その後、菊、筒子、桜草、朝顔、花勝負、椿、松原、 おもと、調整蘭、復帰蘭などの育種や、盆栽の技術が進み、これらを、美術品のように扱うのが、当たり前になり、さらなる美が追求されるとともに、園芸はますます芸道化され、新品種が高額で取引されたり、同行者たちの間で、家元性的な組織も生まれた。また、中国では、宋の頃から、春蘭の栽培にあたって、 文人思想が反映されるなど、園芸においては、植物の栽培、育種に人間の精神性が要求されたり、時代ごとの主張や美意識が反映されてきた。明治以降、欧米から近代農業の一分野としての生産園芸が流入するとともに、の役語として、園芸が定着したものの、その範疇が、日本の実情に必ずしも整合、合致せず、 以語定義に混乱が生じている。特に園芸が農業の一分野という考えには反論、異論も多い。例えば、明治から大正にかけて活躍した園芸家辻村恒介は園芸の意義とその範囲で園芸イコール芸術論を展開している。園芸とは園芸学的には農業の一分野であり、果樹の生産、果樹園芸、野菜、 青物とも言うの生産、素材園芸、牡蠣の生産、牡蠣園芸などをすることである。都市の近郊などでは、鮮度が求められる、素材園芸が盛んである。また、ビニールハウスなどを用いて、生産時期を調整できるなど、生産技術を発揮できる農業であるとも言える。文化としての鑑賞園芸と、産業としての生産園芸に分けられる。 美的文化としての鑑賞園芸とは、植物を育種、栽培し、生きた植物の花の色や形、方向をはじめ、早み、そして全体の姿、また植木鉢との調和や、集団の姿、あるいは多数の植物の組み合わせを鑑賞し、美を見出す行為、あるいは育種や栽培を通じて、美を表現する行為である。いけフラワーデザインに似ている部分もあるが、単に空間的。 瞬間的なものだけでなく、幸いを通じて、植物の成長という時間的な変化そのものをも、干渉の対象とする。その意味ではむしろ舞踊に似た、美的文化と言える。また単に趣味、娯楽としても広く行われる文化の一つである。干渉園芸は、本来植物が持っている美に加え、次の三つの人為的な創造行為で成り立っている。ジャンルによって、 これらが関係する割合は異なるが、さらに天候など、自然の関与が加わり、美の表現が完成される。必ずしも、造園術の関与は必要としない。以下は、観賞園芸のジャンルである、栽培育種の歴史の長いもの、数多くの品種があるもの、多くの愛好家や愛好団体が存在するもの、重複あり、産業、農業の一部としての園芸、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。